さて、まさか今作も聞いて技に頼らざるを得なくなるとはな。皆さん、今回のことについてはどうかお許しください。聞いて技を使わなければならないほど、今回のラスボスってか隠しボスは強大なんで、ていうかこの時期に挑んでも絶対に勝てないとは思うんだけど、究極のメルヘン球体 VS キートランプ、いくぜいくぜみんな、暗い暗いキートの連撃、ふはははは、キート攻撃だこっちは、はははは、9999の猛攻がお前を襲うぜなんかすげえな、あれメルヘン球体すげえ高速移動してんな、あれすげえ今日高速移動してる。おお、ケアルがどんどんやってきやがれはい、というわけでヒート技使えばこいつは一瞬で倒せるということが分かりましたね。見てる皆さんもそうだと思うんだけど、なんか後味悪いんだよなこれ。ヒート技イコール後味が悪いから、見てる側もね、当時プレイした人からすればズリーって思うかもしれないんですけども、言い訳させてもらうなら、これが現代風の攻略の方法です。今回の動画をご覧になっている、ファイナルファンタジー9をプレイしている、およびファイナルファンタジー9を実況した皆様、誠に申し訳ありませんが、キート技の方を使いまして、オズマを倒させていただきました。さあ、キート技に散ったオズマくん、さよなら、また会おうね。おー、すげえ、花火が吹き飛んだようだ。いいね、花火が、汚ねえ花火が吹き飛んだようだぜ。いいね、キートという形であるけども、なんとか倒せた。よかった。いや、よくはないけどな。浮遊石、お、浮遊石手に入った。すごいクポ、見かけによらず随分強いクポ、感動したクポ。おうメネ、キート技の力思い知ったか。キタンたちの力ではなく、PS4 に搭載されたキート技の力でメルヘン球体を撃破したんだ。光栄に思うよな。今の気持ちをカードにしたクポ、オイラのとっておきの情報も教えてあげるクポ。大妻のカード、攻略本、おまけクポ。ああ、回復してくれた。100種類取得しただけじゃコレクターズレベルはまだまだ。同じ配置の三角矢印は2枚以上ポイントに並んぞえ。ああ、これカードか、カードのことなんだろうなきっと。これか、メルヘン球体。ふう、お前むっちゃ強かったからな。アーク、アーク覚えられるのか。アーク、そういえば俺見たぞ。暗黒の運命、暗黒の運命って技なんだ。へえ。お、なんか宇宙空間行ったけど、宇宙空間に行って、なんか赤い星があるな。赤い星から、あ、お前あの時の飛空手だ。あ、やっぱこいつ関係あったんじゃねえかこいつ。お、あのボスがまさか召喚獣になったっていうの、すげえ、そういうこともあるんだ。おお、赤い星から青い星に衝突して、そして攻撃するってか。おお、はい、すげえ。さあ、こっからどうなるか。おお、トランスフォーマーで変形して、ああ、そしてカードのあれになるってことか。おお、かっけえなアーク。おお、そして君臨してレーザーポイントで焦点を合わせて、おおおおおお、そしてポイント合わせて無数の光で相手を攻撃する。それが暗黒の運命なり。おお、そしてここは衝突とかして、とどめの一撃に極太レーザーを放つのか。すげえアーク、すげえし、ナイツ・オブ・ラウンド並みに投げろお前。おお、このガイアの星が全滅しちゃうって、ガイアの星が消えてなくなるって。ああ、青き星のところで、もうあれだ、言葉にできないくらいやばい。9000ダメージすげえや。9000ダメージはすごすぎだろ。9000ダメージ。